さあ、土木対策スクール SLC がお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたしますさあ、できました。まあ A は違いますよねで、なぜそれを感じるのかと言われたら空手の左側主語は犯人ということで人になってますよね で、その観点から選択肢の A。これは意味をご存知の方多いですね。腐りやすい。そのイメージから名詞で生鮮食品。そんな意味にもなりましたね。ですから人に対しては使えません。で、ついて選択肢の B。theft。これもご存知の方いらっしゃるはずです。盗み。で、その盗みを先生覚えにくいです。と思う方。綴りがそっくりの thief。そこからつなげていただけると OK です。泥棒。 で、今回の選択肢の B、theft。これは今年の公開テスト6月に出てましたよ。ですからご存知なかった方はぜひ記憶なさっていただけるとよろしいかと思います。そして選択肢の C。で、覚えやすくするために下に書き出しました。run for mayor。市長に立候補する。で、これも今年の公開テスト6月に出現しておりました。で、立候補するという意味になんでなるのか。それは r u n for を直訳していただけると OK です。 市長のために。で、run 走り回る様子。市長になるために走り回る。そこから立候補する。そうやってつなげていただけると、K です。ただ、今回は主語、人間ですからね。何らかの肩書きだったらいいんですが、犯人に立候補はできません。ですから、正解は D。で、バニッシュはうんたらかんたらを追放する。まあ、犯人という内容とばっちり。でもちろん、このバニッシュ覚えられる方はいいんですが、 まあちょっと難しいですという方は出だし番。これはご存知ですね。うんたらかんたらを禁止する。ですからこの地域にいることを禁止する。そういうふうにつなげていただけると追放する。なんとかいけるかと思います。で、今回の問題は選択肢の D。よりかは選択肢の ABC。まあ、どっちかっていうとこのまとめたところ。ここを押さえていただけると、ああまた的中してる。そういうことが起こりますので、ぜひ参考なさっていただけるとよろしいかと思います。 で、あとは見ないを確認いたしますので、文章をご覧ください。王を殺した後、犯罪者は追放されました。で、2行目、独房。つまり、独房に監禁された。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指で隠していただいて。で、丸1番から丸4番。 そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用させていただけます幸いですというこチャンネル登録もよろしくお願いします